敵？お兄さん、お兄さん、いい話があるころ。なんや、麻薬家。ちょっと試してみないかいみたいな感じで。お兄さんだけに耳寄り話があるころ。スティーブはやばいやつだがゴロゴロしてるころ。お兄さん、コースゲ持ってるな。ぼったくれないうちに撃った方がいいごろ。僕ら全量ゴロンゴロ。僕らなら超高値で引き取るごろ。宝石何でも3ルピー。さあ、ありったけ出すごろ。やめておきます。はあ、こら、あんたたち、うん、やばいごろ、ヒール逃げるごろよ。逃げ足だけ早いな。うん、あんた危なかったわね。デスマウンド噴火が収まって溶岩も冷えてハイレアジの旅人増えたのはいいけど、はあ、あいつはそれをいいことに全量その旅人を見つけてはああやって休んでる鉱石巻き上げていいのさ。おいしいわってのが出回ってからみんななんとか様子がおかしいのよね、うん、あんたおいしいわ持っているゴロンには気をつけた方がいいわよ。あんたは私はラミラ、はい、ハイラルナンセアゲートの町の宝石商よ。ユン組が扱っている鉱石は上物だからね、いつも仕入れに来てんだよ。よかった、あんたも鉱石を買い取るわよ。はあ、失礼ね、私はぼったくしなんかしないわよ。まあ、あんなことがあった後だもの、仕方ないっちゃ仕方ないか。ああ無理は言わないわ。鉱石売りたくなったら声かけてよ。そうね、今は琥珀が足りてないから琥珀を10個まとめてくれたら。ああ OK、 じゃあ先に、うん、琥珀やったら OK やろうか。ふサクサク、あ、ごめんなさい、サクさん私のことありがとうってことやな。若い子なんかサクって略すのが流行ってるみたいだけど、というか助かったわ。またいつでも鉱石買い取るわよ。ただ知りたい鉱石はその時々で変わるから、詳しく知りたい時はまた会いに来てちょうだい。あ、まあ、また声かけるか。こいつはええな、だいぶ高く買い取ってくれるのは。お、ほこらもあるじゃないか。出た、ゴロンシティ、懐かしのゴロンシティだゴロー。なんか美味しいはあるけど絶対やばいやつよな。大丈夫かあいつら。ちょっと気になるけど先に祠。オッケー、マラクグチ正気もすげえな。あそこなんか確かに地下にもなんか美味しいわみたいなやつ、ヨウさんゴロゴロしとってん。あれのあれなんかな、あれが何になるか分からへんのやな。オッケー、走破するもの、走破、走破、よいしょ、届く。オッケー、これでいいのかい。ダメっすよね多分。これでちょっとよ、あっとんか分からんけどこう取ってガーンって上がると思うね。あ、普通にいけたわ。で、ちゃ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 これを。これでええの、合ってんのか。ギリギリ届かへんのかい。 足先やんけ。だってこれ落ちるやろ下に。あ、いけんの。あー、危ない危ない。ふざけやがって。行けへん。さてよ、もうこれをしてまえ。あぶね、そこはいけへん。大丈夫なんかい。なんかめっちゃゴリ押しやけどいいのかい、これは。ボール、あれか、昔用ゲームとかであった。こうやってボールを押しやるやつ。え、行け、進め進め。オッケー、行っただろう。
やばい量やな。これでいけるやろ。ナイスー。よし、簡単でした。死に、あれやられまくったけどさあ、じゃああそこ正面玄関、正面だ、中央か。このちっちゃいガキンチョウなんか前おらんかったっけ。知らんわ。トロッコラン作ってくれるって言ったのに、ドンジャが何に気のさつき、トンジャが、ん、知らないところ、知らないと喋っちゃダメって、トンジャが何に言われてる頃。でも今の兄貴、おいしいわばかり食べて全然トロッコラン作ってくれない頃。あ、まあやっぱり知らない。トロッコラの言葉はまだ秘密だって言ってるところ、知らない人にはおしゃべりしない頃。クソガキまあ正しいんやろうけど、こいつらもう目がいってもとん。もうこいつ大丈夫か。とうとう門番のくくれんまで行かれちまったか。あれほど石は食うなっつったのによ。やっぱみんながおかしくなったのって、ユン社長が採決しているこの美味しいわのせいころよね。ユン社長が採決？お前たちそんなところに何をこそこしてるころ。え、マジユンボウ嘘やろ。ユンボウ変なやつだったんやな。また美味しいわの悪口ころか。なんやお前ユンボウ。ユンボウどないした。めっちゃキャラ変わっとるやん。何にも問題なんかないゴロ。バカなことばかり言ってないで、お前らこっちに来るゴロ。どないしたユンボウ。キャラ変わった音やん。どないしたん。うん、なんだ、誰かと思うよ。リンク地味すぎて見えなかったから。まあ確かおかしいな。ういユンボウ、なんでその態度は。それが客人取る。いや親方、いやブルド、まだ自分の立場が分かってないようだごろ。トカチン今このゴロンシュさせてんのはユン組ごろ。いくる、そのユン組を作ったのはユン社長コロ。分かったかブルド、もうお前出る幕はないゴロ。ぐたまって聞いてりゃ言いたい放題言うって。それリンク、このうちに何か用ゴロ。ゼータ様、何か変わったことはないゴロかって。ゼータ様か、行方知れずだ。聞いてたがまだ見つかってねえとはな。あの美しい金色のおこしが目に入れば嫌がおうでも目立つっちゅうもんだがな。金色のおこし、金色の髪ってこと。あ、ユン社長がおいしい場の取引してるお姉さんの髪の色と同じだころ。お前たち余計なこと言うんじゃないころ。とにかくこのシティは平和そのもの。トラブルもゼルダ様も俺たちには無縁だころ。お前が心配するようなことは何もないから、他も当たるごろ。じゃあこれから美味しいわの仕入れごろ、あの方を渡すわけにいかないごろ。ふらユンボウ、待ちやがれ。これ以上美味しいわなんてもう、うんご。相変わらず腰がな、腰が。おいぼりは余計なことをせず、おとなしく腰の治療でもしとくごろ。さあトカチン、行くくる、ユン組本まで戻るごろ。ユンボウキャラ変わってもた、もう。たくあんの野郎、おかしょ、親方親方って情けねえ声出して俺についてくるだけの甘ったれだったのによ。あいつがユン組とかって贋作採掘する集まりを作ったまではよかったが、おいしいわってのを持ってくるようになってからユンのやつも若いやつらもみんな人が変わっちゃった。人が変わった。そうなんだ、ユンボウが持ち込んだあのこのおいしいわってやつのせいで
若い連中行かれちまって仕事もしねえで毎日グータするわ、おいしい欲しさに詐欺みてえなことまでするやつも出るわでよ、この惨状が見えてねえわけねえ、なのにあいつはシナンプリってわけよ。できればユン組の本部とやらに乗り込んでユン坊のやつをとっちめてやりてえんだが、場所が厄介でな、シティの北にある採掘場を越えなきゃいけねえ上にノープ、この腰はもうトロッコで乗りやしねえ、タックどうしたもんか。ユンボーキャラ変わりすぎて以前心優しく死んでたはずだが、めっちゃチャラ納豆やん。ダルケルが泣くぞ。今仕入れたいのは高いんじゃね、うん、デバイドレス今おいあー買ってくれへんね、じゃあもらえるかな思ったけど、とりあえず北の採掘場まで行かなあかんってことな。オッケー、ユン組ユンボーボー目を覚まさせてやるぜ、あんな可愛かったユンボーボー、はぁ、あ、たくいい加減にしろよ、え、あトロッコ動かそうにも安全確認役があれじゃな、おいしいわだけか、ユン社長があれを採掘しだしてからみんなおかしくなっちまっただよな、これ食わねえからいいけどさ、あれやばいもんじゃないのかね、たぶんお前麻薬みたいなそっち系やと思うで、ピクともしない頃コップス、これここからトロッコ乗ればあっち側に行けるって聞いたけど、これどうやって動かす頃あっち側に答えたし、ゴロンティアが眠ってるかもしれないのに、ゴロンティアはお兄さん誰だころ、何でもない頃、ゴロンティアっていうのは昔のゴロンゾが住んでたところで、そこにはすごい宝眠ってるって聞いた言われたり、今よりも文明が発達してて不思議な乗り物に乗ってたって噂があったり、僕がこのトロッコを探そうとしたけど動かし方わからなくて困ってるなんてことは絶対絶対秘密な頃、可愛らしいなお前は。じゃあ失礼して、よいしょ、ちょっとよ乗れ、オッケー、進め、あれちょっと斜めに行かなあかん感じ、ああ危ねえ、全然すまんくね、ちょっと待って、おお兄それは僕のトロッコだころ、別にええやんけ、お前ふざけんなや、使い方わからへんかったんちゃうんかいや、うん、待って持っていかないでほしい頃、たくしょうがねえやつやわお前は、なんかめっちゃトロッコ要素あるもんな、じゃあこいつで行くか、あそこにはあったんかい、これ進み方はよう分からんけど合ってんのか、これでいける、ちょっとずつ、ああいう岩がな地底にもよくあったんやな、さあ大丈夫かい、さあどんどん速くなってくるぞ、さあいける、大丈夫、オッケー、ユン組本部、さあ来たぞユン組、こっちは何の部屋、ユンボーの部屋、ああこっちがユン組のあれか、おや君は新しいバイト君かな、違います、そうか残念だよ、青年ゴロンたちが牛場に夢中で浅くなって動員の相談を、ユン社長早くそうかでもたかかないかな、まあ買い取って、あこれ鉱石とかをなんかいろいろ買ってくれるのか、あ出た出た、大化の服欲しい、これは欲しい、炎ガードのやつは欲しい、
ナイス。あと兜とスネ当てもう欲しいんやけどな。まあええわ。さあ、あ、お兄さん、さっきのユン社長の知り合い頃、ユン社長は金髪の姉さんと美味しいわ取引中頃、誰も入っちゃダメなんだ頃、でも俺あのお姉さん好きじゃない頃、地位のみんながおかしくなったのは絶対あの美味しいわのせいなのに、そう頃ね、このユン社長がかぶってるあのへんてこなマスクもあのお姉さんからもらったって言ってた頃、優しかったユン社長があんな態度になったのもあの変なマスクをかぶり始めてからだった頃、お兄さん、ユン社長と仲良し頃、みんなために作ったユン組がみんなを苦しめになってもう嫌頃、ここを通したら美味しいわ採掘をやめるようにユン社長を説得してくれる頃、やってみる。トカチン、今聞いた頃、うん、これで優しかったユン社長に戻るかも。あ、でも洞窟の中は高温だからそのままだと危ない頃、体育の装備を持っていないな、本部で準備していくといい頃、これでいける頃、ゼルダ？ほんまにゼルダやん。もうやめてよユン社長。そんなヘンテコなマスクなんか脱いで俺たちの大好きユン社長に戻ってほしい頃、これ自分に言われとんな、変なマスクで。お前たち、あれやマスクがあれか、こういうのしとんかユンボーを。ゼルダ様、正しい、美味しいわ、みんな幸せ。ユンボーと対決。じゃあちょっと真剣になるわ、こっちも真剣なリンクに。どうしようかな、ズボンは。こうしようか。ユンボーと勝負するの。ああ強いね、さすがユンボー。あ、効かへんか。ってことはここら辺の、あ、今か。オッケー、嘘だ、マスクを外せ。さあこっち来ろ、こっち来ろ、こっち来い、こっちだころー。あった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 、はい、こっちごろ、こっちごろ、オッケー、よっしゃ、あと1回か。さあユンボー元に戻れ。さあここの岩や、来い、痛い、来いごろ、来いごろ、痛い、めっちゃ動き早いごろ、オッケー、よっしゃー、オッケー、これでユンボーは元に戻ったぞ。僕は今まで何を。やっと戻ったユンボ。トカチン、インフル、一体何が起こった頃、ゼルダ様にマスクをかぶせてもらってから記憶ははっきりしない頃、とにかくゼルダ様にちゃんと話を聞かないと。そうだ、ゼルダ様は、あ、ゼルダ様、何事ゼルダ。あいつ一体何やったんや、ゼルダ。あら、岩で。
みんな大丈夫？怪我ないごろ？あ、さすがユンボ、これや。なんでだ。なんだごろ？なんか聞こえたような。そういうゼルダ様が洞窟の外に。あの金髪のお姉ちゃん、お姉さんがゼルダ様だったごろ？ゼルダ様にはあの変なマスクのことや美味しいわのこと、いろいろ聞かなきゃならないことがあるごろ。早くここを出て追いかけなきゃ。入り口を塞いであの赤い岩は僕の突撃じゃないと壊せないごろ。あ、そんなユンボーで壊せるんや。ただ突撃するときは僕は前が見えないごろ。リンクは僕の目になって導いてほしいごろ。ユンボーの炎を操る力、ユンボーからオーラが出ているときは狙った方向へ炎をまとった突撃攻撃できる。やるごろ、突撃。おお、採掘が楽になるぞこれ。行くごろ。これで壊せるんやな。じゃあ地下にあったこういうのも壊せるってことか。これ出られるごろ。早くゼルダ様を追いかけるごろ。ユンボー戦はなんか面白かった。まさかユンボーと戦うとはって感じやもんな。ゼルダ様、あれ見当たらないごろ。デスマウンテンが出てる赤いモヤモヤは何ごろ？勇者たち覚えてないころ？あの赤いモヤモヤは危ないから近づくなって言ったのは勇者たちの頃、ハイラル城が浮かんで天変地が起きた頃だった頃。この辺りも大きく揺れたからまたデスマウンテンが噴火しないか勇者たちが心配して調べに行った頃。そうそう、デスマウンテンが戻ってきたらユン社長があのマスクをかぶってた頃。あ、思い出した頃。そうだ、僕デスマウンテンの加工でゼルダ様に声をかけられて、それであのマスクをかぶせてもらった頃。じゃあゼルダ様のお家はデスマウンテンにある頃。確かに近くには見当たらないし、デスマウンテン行けばもしかしたら。トカチン、インフル、僕はゼルダ様を探しに行ってくる頃。お前たちを連れてはいけないけれど、必ずみんなを元に戻す方法を聞いてくる頃。だから信じてシティで僕らの帰りを待っててほしい頃。オッケー、いいね。リンク、ゼル様を探しにデスマウンテンまで一緒についてきてほしい頃。オッケー。うわー、やったー、ユンボーと仲良くなったぞ。てか元戻ったぞ。いいね、ユンボーいいよ。でそこら辺の岩もあれか、やってよユンボー。ゴロゴロ、ここで入るとあれっぽいな、この辺あれがエースやな。ここらいた、ユンボー行け。これってあ、痛い出せるんか。え、ちょっとよ、武器武器武器。あぶね、ユンボーナイス。いけ、お前何もしてへんやんけ。いや敵もどんどん強くなってたな。ちょっとよ、ユンボー、ユンボ、ここいける？楽やな。これ爆弾壊す使うんでもいけるんか。楽になった、ありがとうユンボ。オッケー、ほらーな、下いける？オッケー、ただ迷いがおるよな。迷い迷い、オッケー。 オッケー、あっちも気になるな。オッケー、ユンボー、ユンボー来れる？あー、帰ってた帰った。行くごろ、ほこら。オッ
け。そっちもええけど、ああ危ないけど。よいしょ、祠を開けてほしいな。よいしょ、こっち側か。待ってよ、このマークはもう消しとこうか。どうしよう。もうここら辺はもう爆弾で壊すか。いたもうほんま爆弾の使い方が下手すぎる。ユンボーがおらんくなった。ドゥーダニアこうか。あー出た、アイニシエのこれ逆再生。まあ逆再生か。まあ簡単にパパッと終わらすか。オッケー、じゃあちょっと切りがええし、一旦ここで終わって、次はここデスマウンテンに向かおうかな。じゃあここで終わろうかな。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。